お、行けたかな。あ、来た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 。来ました。すみません、こんばんは、イヤホンティーブのお時間です。お待たせしました。やっと繋がりました。10分遅刻でしたね。はい、はい、お待たせしました。ちょっと後にね、10分伸ばそうかね。はい、いや今日は延長するでしょう。ということで、この番組はイヤホンとヘッドホンをもっと気軽にもっと楽しくをモットーに、毎週月曜日夜、今日は7時から配信して、はい、いつもは9時からです。そうですね、はい、配信している情報番組です。では自己紹介、はい、イヤホン広報担当、たっくんです。たっくん、ユーストリーム初出演になります。日本橋店から参りました、ケイちゃんです。ケイちゃん、よろしくお願いします。なんかちょっと緊張します。つまみ出す。はい、秋葉原店のまーす。ということで、はい、今日はゆうきゃんがいません。ゆうきゃんはちょっとお留守番してます。そうですね、あのおやすさんに魂を売ったり、シマージャパンに入れませんでした。はい、はい、じゃあまず早速ランキングいきましょうか。はい、はい、じゃあまみたさんお願いします。はい、今回も画像はありませんのでさらっといきます。5月5日から5月11日までの1週間の売上ランキングになります。イヤホン編です。第5位シュア SE215 通常もですね、うん、はい、第4位ビーツバイドクタードレユアビーツ、第3位、シュア SE215 スペシャルエディション、うん、そして第2位がフィリップスの SHE9710 シリーズ、そして第1位が、アルティメットイヤーズの UE900S となっております。ここで SE846 でしょう。なんでですか、全く。いやもうさすがにシュアジャパンの皆様にこう、見られる中で UE900S っていうのはなんか申し訳ないかな。おかしい、先週まで1位だったのに。はい、じゃあさらっと次いきますね。ワイヤレス編です。はい、第5位、ごめんなさい、プラントロニクスマーク2M165、はい、第4位ソニー SBH20、 第3位プラントロニクス M90、はい、第2位プラントロニクスバックビート GO2、はい、第1位プラントロニクスワイヤージャーレジェンドとなっております。はい、はい、もうサラサラっと、はい、次いきます。ヘッドホンランキングです。第5位ビーツバイドクタードレビーツワイヤレス、第4位コスポータプロ、第3位ビーツバイドクタードレビーツソロ HD、 第2位ソニー MDR-CD900ST、 第1位ビーツバイドクタードレビーツオブスタジオ V2 となっております。はい、はい、さらっといきます。はい、はい、ボタンランキング、第5位アイリバーアステル&系の AK10、 第4位フィオ E07K、第3位フィオ E6、 第2位ベンチャークラフトサンドロイドタイフーンレッドバージョンですね、第1位 iFi オーディオのナノ IDSD となっております。はい、はい、じゃあさらっと据え置きアンプランキングです。第5位フィオ D03K、 第4位オーディオクエストドラゴンフライバージョン 1.2、 第3位コルグ DSDAC100、第2位、フォステックス HP-A8、 第1位、フォステックス HP-A4 となっております。はい、はい、ということで、はい、サラサラっとランキングをやりましたが、うん、というのも全く触れませんでしたが、いつもと放送場所が違う。違います。しかもケイちゃんがいるっていう。そうですね、ケイちゃん通訳要員っていう。そうですね、通訳をしに今日は来てくれたんですけど、ね、ペラペラなんでね、僕ね。そうね、はい、関西弁が関西弁英語を関西弁に翻訳する達人ということで、はい、今日来てもらってますが、はい、まあ後ろを見てお分かりの通り、今日はなんとシュアージャパンにお邪魔しています。皆さんシュアージャパンって来たことないですよね。まあないですよね。まあないですよね。もうちょっと本当に、ね、そうですね、はい、興奮しちゃって、興奮しちゃった本当に。夢の国、さっきディズニーランドに来たみたいな。ほんまにあのイヤホン好きな人にとって憧れの場所でもあるのかなと。恥ずかしいですかとか言って、それくらいね、すごいいい仕事をしてもらってますが、はい、ね、せっかくシュアージャパンにお邪魔したということで、はい、今日はなんとゲストが超豪華、特別ゲスト、そうですね、あの本国からお越しいただいたこの2人に登場してもらいましょう、はい、ではお願いします。よいしょ、よいしょ、席移動してます。じゃあここに、はい、
てるかな、やり取りが全部見えてましたね今。大丈夫ですか、ちょっと画面が固まってますが、多分大丈夫、あ、うん、ちょっと止まったかな多分大丈夫だと思いたいですが、あ、大丈夫だと思います、ね、動いてます。僕はこれ見なかったらいいですね、はい、はい、ということで、はい、自己紹介をって言ってもあれですよね、あの英語通じないんで今日は通訳の通訳からしていただきますいやね、すごい、いつもゲストで出てくれる沢口さんがなんと通訳ということで、超豪華な1時間。 Sure, introduction. I'm Matt Engstrom, category director for earphones, headphones and microphones at Shure. もう発音が良すぎてわからないマット・エングストロムさんです。プロ製品開発の企画をやってるチームの、ワイヤード、プロダクトのカテゴリーディレクターという、タイトルです。結構偉い方ですよね。結構偉いです。And I'm Sean Sullivan. I am the、product manager for earphones.、I work with Matt every day.、ね、めっちゃダンディーな声で、はい。このマットと一緒に、仕事をしている、マットの、まあ、一応部下にあたる、イヤホンヘッドホン製品の、まあ、プロダクトマネージャーをやってる、ショーン・サリバンです。はい、なんとね、超豪華なゲスト2人、もう本当にイヤホンヘッドホンの開発の責任者的なポジションにいる方々ですね。These two guys are in charge. That's right. すごい喜んではるけど。はい、ということで今日はこのマットとショーンさんに、2時間じゃない、1時間ね、しっかりとあの、ね、手話の魅力を語っていただこうと思います。はい、じゃあまず、手話とは何ぞやと。うん。You guys want to start from what the Shure is, who we are, what we do, etc. 短めです。Shure is a very big provider throughout the world of microphones, wireless systems, audio networking systems, earphones, headphones. We are dedicated to audio products and we strive to be a trusted brand in audio. あのまあ、ここを見てるお客さんは多分イヤホンヘッドホンの会社っていうイメージもあると思うんですけども、我々は、まあ、マイクロホン、ワイヤレスマイクロホン、イヤホンヘッドホン、もしくは、まあ、ミキサーとかオーディオプロセッサーみたいなものですね、そういうあらゆるオーディオ、に関わるものっていうのを、まあ、手掛けている、なるべくこう世界で最も信用される、オーディオブランドでありたいとなっているマニファクチューラーです。はい、You can see a few of our more famous products, the SM58 and the 55SH Series 2, somewhat of an icon throughout many industries, not just audio. 今日は手話ジャパンのオフィスということで、こういうゴッパチとか、55っていうあの、まあ、我々が作ってる非常にこうアイコニックな製品の展示をうまく、ね、させてもらってる感じになってます。すごいね、なんか何今ちょっと軽くそうですか、マイクがちょっとね、あ、そうなんですか、全然知識がないんで、ああ、なるほどなんか聞くところによると手話はいろいろマイクで歴史に残るような仕事をしてきたということをお伺いしたんですが、Although he's not really familiar with the microphone, but you know he's a professional for the earphone headphone. But can you briefly explain what we have done in terms of the microphone, kind of historical iconic microphone that we have made in the past? Yeah, wonderful. The 55SH Series 2 is an adaptation of the original 55, which first came out in 1939. It was a revolutionary microphone. It improved audio for audiences and theaters the world over. That microphone has been the basis for almost every single microphone that has been developed and used in music and pro audio ever since for a dynamic microphone. あの今簡単に言ったのはこのシルバーの骸骨マイクって我々がこう呼んでるようなマイクもですね、これ1937年ぐらいに我々が開発したんですけども、まあこれ以後に発売されるあらゆるマイクロフォンのこう基礎となるようなテクノロジーっていうのが、まあここのマイクロフォンに入ってると、非常にこう歴史的に重要なマイクロフォンです。This microphone was also featured on a stamp with Elvis Presley, so many people refer to this as the Elvis mic. 特にアメリカとかではこうエルビス・プレスリーがこのマイクを使ってたってイメージがすごく強くて、まあ、アメリカなんかではこうエルビスマイクなんて呼ぶような方もいらっしゃるんですね。The SM58 is simply the world's most popular microphone. It has been in the market for 48 years. It is often imitated, but this is the original. あのこれSM58 ってこのマイクロフォン、多分こっちの方がこう数的には見る機会っていうのが多いと思うんですけども、これはもう、発売してからマーケットに48年ぐらい、ずっと存在しているという、まあ、ものすごく、まあ、アイコニックな、マイクロフォンであります。In addition to microphones, we make a lot of different wireless systems. So many times you see microphones on stage being used by people. It's somewhat of a chance it's a Shure microphone. あのー
こういうワイヤードのマイクロフォン以外にもワイヤレスのマイクロフォンですね、最近特にアーティストさんとかワイヤレスのマイク使ってる機会が多いと思うんですけども、まあ、いろんな機会で実際、まあ、マイクにあまり注意を払ってる人もあまりいないと思うんですけど、まあ、たびたびアーティストさんとかが使ってるマイクロフォンっていうのが、まあ、シワのマイクロフォンであるケースが多いんですよ、うん、そうですね、というような感じです。はい、怒られちゃうね。This, however, is actually not a wireless microphone. これはワイヤレスじゃないんで、今覚えてないですけど。すごいですね。なんかちっちゃいのに、なんか堅牢性がすごい高いというか。持ちやすいし。なんかぶん投げても壊れなさそうな。So this is very small, but it looks very durable, rugged. It's a very tough microphone. Absolutely. SM58 is known for exactly that. Right.That's so very durable. もうその通りで、もう要は代表と代表的な名詞としてやっぱこう堅牢であるとかタフであるとか、まあ、そうですね、すごい過酷な環境に耐えるマイクロフォンってイメージっていうのはやっぱり皆さん持ってるんじゃないかと。そうですね。ライブハウスに行くとこのヘッドがボコボコになってる。ボコボコボコ、そういっぱいあるんですよ。でも使えますからね。エコマナそうなの？あの。They see the microphone with totally flat in the microphone. Mm. Still looks great. Yeah. なるほど。はい。はい。まあすごいね。シワといえばまずマイクから、マイクからじゃないですね。その前にもいろいろな製品を作ってきたんですが、まあ特にマイクがシワを語る上では外せないプロダクツになってます。で、実はこのマイクの技術を応用して、今日にそのイヤホンやヘッドホンが作られているそうなんですが、じゃあマイクの技術ってどこにそのイヤホンヘッドホンの技術が生かされてくるのかっていうところをお聞きしたいと思います。Since the microphone is something that makes us very special, unique, the microphone is what we started from, right? Not exactly, but our start is very much the microphone. And when it comes to the earphone, what kind of technology that we canTake advantage of microphone design into the earphone or headphone. Knowledge of acoustics in microphones applies very, very much in the design of acoustics for earphones or headphones. The way a transducer captures sound for reproduction, pardon me, the way that a transducer captures sound is somewhat similar to the way that a transducer may want to reproduce sound, at least in the goal of the sound. In the case of Shure, we want the input to be similar to the output. And so that some of the development philosophy is very similar. We're able to use a lot of the same experiences. microphone, ヘッドホンっていうのはある意味その音の本当の入り口と出口という部分では非常に似たようなプラットフォームっていうのが要求される場合があって、特に彼が今言ったらそのトランスデューサーって我々が呼んでる本当にそのアナログの部分を電圧とかに変換するような部分ですね。でマイクロフォンのそういう部分っていうのをずっと長くやってきた会社なので、そこで培ったテクノロジーとかっていうのをまあ応用することによって、まあ同じぐらいこう正確な信頼のできるまあイヤホンとかヘッドホンっていうものをまあ作るのに役立てることができてるんですよという感じですね。なるほど。まあ音をね作る人たちが使うアイテムと音を聞く人たちがこう使うアイテムを一緒に作ってる会社ってあんまり実は多くはないですよね。でそういった技術がこう今僕たちが普段聞いてる手話のイヤホンにこう落とし込まれてるとちょっとなんか感動しますよね。すごいそのバックストーリーがすごいっていうかバックボーンがすごいなっていう感じがしますよね。でまあマイクもちろんそうなんですが、うちはやっぱイヤホンヘッドホンについてもっといろいろ聞けたらなと思うんですけど、実際そのイヤホンヘッドホンの開発はどうやって行われているんですか？How do you usually develop the product? Like what process or what you're gonna start from or what kind of process you're going through? Wow, that's a big question. We could go on a very, very long time on that. Shure has many, many engineers that in the very early stages, there's groups of engineers that develop new technologies, and they work with the very raw materials to create sound and shape sound, transducer design, acoustic spaces. We try to develop new technologies. Those go all the time at Shure, and every once in a while we can find one of those technologies and bring it up into a new product. Once we have identified the main benefits of that new technology, then we can really start to define which product it should go into,
and what that, where that product should fit within the market. かなり質問が結構大きなものなので、まあ、一番最初のこうアーリーステージみたいなところからっていうことで言うと、エンジニアリングチームみたいなものがまずテクノロジーとして新しいものを開発できるようなこう努力っていうのをしていると、うん、で、まあ、それがもちろん必ずしも完璧に商品化できるかできないかっていうのはこう時と場合によりけりなんですけども、まあ、そういうテクノロジーを作ってる部隊がいて、でそういうテクノロジーっていうのがこう、あ、こういうのができたっていうのがあるのであれば、じゃあ逆にそういうテクノロジーっていうのはこういう製品にこうパーフェクトにフィットするんじゃないか、でこのテクノロジーがあれば今までできなかったああいう製品実際にこうマーケットに出せるんじゃないかとか、そういう感じのプロセスっていうのは、まず、まあ、取るチームがあるっていう感じですね。Mm-hmm. And once we have the, pardon me, once we have identified some of these benefits of the technology, and determined where it might fit into the market, then we start up a project team that will, a team of acoustic engineers, mechanical engineers, product designers, every aspect of the business that you can think. And we all work together every day for sometimes years to make that technology into the product that we've defined. And eventually, if everything goes well, we launch that product into the market.まあ、そういうプロセスっていうのがまずあって、で、じゃあこういう製品できるんじゃないかとなったら、まあ、例えば次は、マーケティングとか、まあ販売数はどれくらいになるかとか、まあ、工場での生産性はどのくらいなのかとかと、まあ、製品として実現化するにあたって多分いろいろこう今度は考えなきゃいけない部分っていうのがビジネス的に出てくるんで、まあ、そういうのをまた違うチームが一緒になってこう、まあ、アイデアを出してというか製品化をする努力っていうのを回していって、まあ、それがうまくいったときには、まあ、実際に製品としてこう無事に世に出されることにまあなるんですよというような感じですね。As Sean mentioned, it can start from anywhere. And so, if you have any products you would like to know how they started, you can ask and we can tell you. まあ、いろんな製品の出方、いろんな製品の作られ方っていうのがあるんで、まあ、逆にだから、こういう特に、ああいう製品あるんだけど、好きだったんだけどとかだったら、まあ、聞いてくれればそのストーリーっても話せますよね。じゃあやっぱそれを語ってもらうにはやっぱイヤホンの歴史というか手話のイヤホンの歴史なんかをちょっと喋ってもらえたらと思うんですけど、僕自身もそのイヤホンヘッドにハマったのが手話のたまたま買った E2C がめちゃくちゃ良くて、それを聞いてうわめっちゃおもろい世界だなっていうので今この仕事をしてるんですけど、やっぱりその手話のイヤホンってカナル型イヤホンの先駆けというイメージがすごくあるんですけど、技術的に他がまだ日本ではどこもカナル型やってなくて、初めてそのカナル型のイヤホンが世に手話から出てきたんですけど、なんでそういう技術的な革新ができるのかとか、そのなぜイヤホンやヘッドホンのビジネスを始めると思ったのかっていうところをお伺いできれば。We like to make a deep dive into the earphone, headphone world, and then himself, the first product he bought, the board was a Shure product, of course, and then it makes him him.You know, so he just like that to know that how it's possible to keep creating the innovative product like iPhone 6 or in the past. Yeah, it's many things. Yeah, it's great input from customer feedback. It's great experience getting out in the field, really experiencing it with a hands-on experiences over and over again, and trial and error.Right, we try many, many times. So sometimes we launch and we learn things and we know we must make an improvement and we spend our time. Something like the 846, we really weren't fixing anything. That was a very long multi-year development where we knew we had the goal to do the best thing that we could possibly do. So that really wasn't any sort of update. That was expanding into the best possible tier that we could get into. びっくりするようなテクノロジーっていうような製品っていうのが実際に出てきてはいるんですけども、やっぱそれってこう突然出てきたわけじゃなくて、うん、やっぱり試作品を作って、まあ、マーケットリサーチをして、失敗して、で改良をしてっていうのをまあ繰り返しで、まあ、ちょっとずつこう製品のものっていうのが出来上がってくるっていう感じで、特に846なんかはもう何年もかけてずっとプロジェクトを進めているような製品なので、うん、まあ、地道なすごく平たく言うと、リサーチとか、インプルーブメントみたいなものを、まあ、繰り返すことによって、まあそういう、こうマーケットがおっと言ってくれるようなこう製品っていうのが、まあ、作れるようになるんですよと。なるほど。
なんかすごい技術色が強いというか、うん、その例えば僕がイヤホンメーカーの社長だとしたら、何かその例えば開発に期間をこうしっかりと設けて、じゃあ例えば1年なら1年で商品をじゃあこのタイミングでいいものを出せばよくて、それで売り上げを取ろうっていうふうに多分すると思うんですけど、うん、なんかその開発の期間が異常にって言ったらあれなんですけど、長いのはなんでなんですかね。Sounds like it's unusually long period of time to develop a new product for him, and he said if he's one of the president of the earphone manufacturer or whatever, he's gonna set the period of time of the development, let's say a year or so, and you're gonna have to finish the development within a year. You know, that's probably what he's supposed to do when he was president of the earphone company. But sure, it does not take that way. So that's correct. It's a pretty impressive thing to know. We want to strive to make sure that the product that we make is finished and that it's correct and that it is the way that we need it to be. If we just rush to finish, put something in the market, then we're just not being true to our brand. 彼らもそのシュアの一員として、あのシュアの製品のポリシーっていうか、まあ、我々が出す製品っていうのは我々自身がきちんと判断をして、本当に正しいというか、あのシュアの製品として、まあ、あるべきクオリティっていうのを備えたものしか我々は出したくない。逆にあの1年とかいうあの期間ありきでものづくりをしちゃうと、最終的に出てくる製品っていうのは場合によってはあの我々が本当に納得できるクオリティのものじゃないかもしれない、うん、そういうやり方っていうのは、まあ、シュアとしては、まあ、正しくないんじゃないかというふうに、まあ、我々は考えているという感じです。ちなみにそのマーケットに商品が出せる線引きって誰がしたりとか、どこでその商品、じゃあこれを、じゃあこれならもう出していいよねって誰が決めるのかなっていう。Ultimately, who decides the product is okay to go, go to the market? For earphones, it has been Sean. And Sean and I have to agree. If we don't agree, then we don't do it.And for headphones, in the past, it has been Michael John, so I think who has been to Japan a few times, and ultimately, if Michael and I don't agree. But we also really try to have complete consensus. We are now going to ask the rest of the company to come help promote and support this product. So we need everyone to have faith and trust that we have made the best product. So really what happens is we will agree, we want to go convince the rest of the company, and when the rest of the company agrees,then we move forward. まあ、あのそのシュアの働き方 の一つでもあると思うんですけど、一応便宜上はあのプロダクトを率いている、例えばイヤホンだったらショーン、ヘッドホンだったらマイケル・ジョーンズってあの1540とかの発表会にいた彼なんですけど、まあ、彼が一応責任者ではあります。ただし、その上司であるマットが、まあお互いに納得して OK だよねって言わなきゃいけないと思ってるし、逆にこの中でコンフリクトが起きるってことは、あのシュアとして本当に出せる製品になるかどうかっていうのはちょっと疑問を持つべきなんじゃないかと思ってるし、例えばこの2人が、じゃあ OK だねって言っても、最終的に製品を本当に販売してマーケットでこう成功を収めるためには、この人たちだけじゃなくて、例えば営業の人とかマーケットの人とか、いろんなこの部署の人のこう協力が絶対に必要不可欠なわけで、やっぱりそのプロダクトを作り、こうデベロップをしていくっていう過程で、まあそういういろんな人たちのコレクティブな意見とか、まあ合意っていうのはあのやっぱり必要不可欠なんじゃないかと思っていますというような感じですね。すごい大人な回答が。ね、Major, sir. はい。で、まあちょっと商品の方にもスポットを当てていこうかなと思うんですけど。まず、まあ、今手話の中でベストっていうのがこの SE846 なんですが、non-detachable cable, but about 3 years ago we started using
makes you start making this type of future? We saw a real need for it. No matter how much you can try to make a cable impervious to damage, something that's never going to break, it's not going to have it. A cable is always going to be the weak link in one of our earphone systems, or any earphone system, and for that matter, any system, even a computer system or a home video, a home audio system, anything that is moved around that has a cable, the cable would be the weak link. We're asking people to make a fairly major investment when they purchase our products. And when you have most of the value of this product in this part, this part is built like a tank and should last for a very, very long time. We ask people to spend a bunch of money for this. If this breaks, now they have an option that they can just replace the cable and renew their investment. So it's very much an insurance policy that we felt our customers deserved. If we're going to ask them to make such an investment, we have to give them something that they can rely on. もともとその手話のイヤホンヘッドホンだけじゃなくてマイクロフォンとかもそうなんですけど、我々の出す製品ってすごく結構厳しい検査っていうか耐久テストを全部やってるんですね。で、もちろんイヤホンヘッドホンもそれに漏れず耐久テストやってます。で、彼が今言ってたのはそのイヤホン、どんなにこう高い耐久テストっていうのをやってパスしても、どうしても最終的に一番最初に壊れる部分っていうのはケーブルであるっていう、まあこう、なんて言うんだろう、結果というか、そういうものをどうしてもこう実際見る機会が多かったらしいんですね。で、やっぱりケーブル自体をにケブラーを例えば入れてみたりとか、ワイヤーで補強してみたりとか、いろいろやってはいるんだけれども、やっぱりケーブルっていうのが最終的に製品の中で一番壊れやすい部分だというのを、まあ、我々はこう製品を出すことで、まあ、学びましたというような感じなので、まあ、じゃあ、まあ、そのヘッドホンのハウジングとかドライバー自体のところに関しては非常に長く持つように作ってはいるんですけども、ケーブルが先に壊れちゃって結局高いイヤホン買ったのに丸ごとこう買い直しっていうのはやっぱりお客さんに良くないんじゃないかっていうのを彼らも感じてるみたいで、逆に社の製品にお金を出して買ってくれた人はそのケーブルが壊れたのであればケーブルぐらいは交換して、その彼らが言ってるのはその手話の製品に対するインベストメントをした以上はケーブルが壊れたっていうだけで全て買い直すっていうのはよろしくないと、ね、ケーブルは新しくリプレイスメントをこう買い求めるっていう部分に関してはお客さんは十分その価値というかそれに値するんじゃないかというふうに、まあ、彼らも考えてはいるみたいです。あとは、ね、当時まだ MMCX のコネクタを使ってるものがなくて、まだほぼ 2Pのタイプしかなかったんですけど、なんで MMCX を使おうと思ったのかっていうところ。Well, ago, the only two pin connector was in the market, but we started using an MMCX connector. I mean, how come we start using an MMCX connector? We wanted the most reliable connector possible, something that would not just make the cable replaceable, but might even enhance the user experience.Our products also have what we call a form wire, so that you may bend it and shape it around your ear. And one drawback to the two-pin connector that we saw immediately was you cannot rotate the earphone. So sometimes a cable will have a way that it naturally wants to bend, and if that doesn't happen to be in good alignment with the two-pin, then the customer would probably experience some discomfort. So by using a coaxial MMCX, which stands for micro miniature coaxial, the customer could have an easier time positioning.And in addition to that, it's a very reliable, very robust connector, and we felt that it would make a wonderful platform to base the earphone line on. MMCX のコネクタを使うことによって今くるくる回してて見えたと思うんですけど、ツーピンだとどうしても今みたいにこうローテーションが絶対にできない。で、ローテーションができない上にフォームワイヤーをある程度こう曲げてしまうと、若干曲げたイヤホン、ケーブルがちょっと外にはみ出たりとか、ちょっと内側にこう強くなっちゃったりとか、そこの角度っていうのは調節は2ピンだとどうしてもできないでしょというのが、まあ一つの理由になってます。で、逆にそれを MMCX コネクタを採用することによって、ケーブルを曲げた後にそのケーブルの角度に関わらずローテーションすることによってこう
より快適なポジショニングを、まあ、見つけることができるみたいなあの可能性というのもこの MMCX で見ることができたというようなのが、まあ、大きな理由の一つになっています。 So a few years ago,、I made my first trip to Japan and I gotta say I felt very very proud and I felt like maybe we had done the right thingWhen I walked into eEarphone shop and I saw another company made an accessory cable for MMCX, I thought, I think we did the right thing. それで何年か前にその、まあ、シュアで MMCX コネクタ採用し始めてから、まあ、少し後に何年か前ぐらいにあの日本に初めて来たらしいんですよ。で、そういう秋葉原みたいな、そういうところに行って、こうイヤホンのマーケットっていうのを実際こう目の当たりにして、まあ、非常に感動するとともに、あのシュアの製品以外で MMCX コネクタを採用しているものっていうのが例えばアクセサリーだったりというものでちょっとずつこうあの実際に目で見る機会があのやっぱりあったみたい で、まあ、その時にこうああの俺たちのやってたことは間違いじゃなかったんだみたいな風にこう実感を得ることができたんですっていう、うん、すごいですよね。そのトレンドを作るじゃないですけどその流行というか今のスタンダードになっているところをこう作っていくっていうのは本当に先見の目があるとしか言いようがないというか、なんかそのやっぱり物が良くないと普及しないし、その基本的なところニーズってところとあとはそのスペックというか基本のところができてるっていうところがすごくあの手話らしいというか。It's clear that we don't follow the path, rather we make the path, you know, and make them lead. そうね。Thank you. いつもそのちょっと先を行くんですよね、マーケットの。例えばカナル型で耳掛け型っていうのもちょっと先行ってましたし、例えばケーブルが変えられるっていうのも先行ってるし、今度ノズルも変えられて中も見れるみたいないろいろその新しいことをどんどんやってくれるっていう。We're very humbled. Very proud to be doing this discussion with you. でも多分すごい。You make us feel like you make us feel very. どんどんね上まで行っちゃうから大変ですけどね。ずっとねそういうブランドでね。すごい褒めるからもうすげえいい気になっちゃう。なんかねもう酔ってるぐらいな感じになってますけど。だいぶ気分。多分やっと酒が抜けたから。はい。であとそう今音に対する質問があったんですけど手話 の、 その目指す音どういう音をその目指して製品を作ってるのかっていうところが気になるという方が、mm. Now we will we like to focus on sound signature、so like policy or、the faith of the sound signature that the sure supposed to create、anything、you want to start it and I'll take over or you want me to start it and you take overOur acoustic engineers work on microphones, earphones, headphones. A lot of the same philosophy applies. So, really, microphone captures accuracy. Earphones should reproduce with that same accuracy. The goal is that if a person who wrote a song and recorded it listens to it through our equipment, it should sound correct to him. That guides almost all of our decisions for acoustics. Absolutely. And in well, go ahead. Sorry, I'll wait. はい、ありがとうございます。まあ、今そのマットが言ってたっていうのは我々がやっぱりそのシュアっていう会社の基盤になってるものっていうのはマイクロフォンとかあの音の入り口のものであるのであの音の入り口のマイクロフォンを作るにあたって我々が大事にしてるのはあの例えばミュージシャンが、曲を書いてそれを、プレイしましたそれをマイクロフォンで拾いました我々がマイクロフォンが拾う音っていうのはなるべく忠実であってその時に出てきた音っていうのをなるべく正確に拾うっていうことがあの我々のマイクロフォンのこうゴールというかあの究極的な目標であるんです、うん、でもちろんイヤホンヘッドホンでもそのフィロソフィーみたいなものっていうのは当然受け継がれてて例えば、まあ、マイクロフォンシュアのもので拾いましたプロセスをしてシュアのイヤホンで聞きました我々のゴールとするのはやっぱりその人がその場で演奏したものをなるべく忠実にヘッドホンとかイヤホンで再生できるような音作りっていうのをまあ一つ目標にしているということですね。なんかすごいモニター的な音なイメージがするブランドですねっていう意見が来てますね。マニター It's one of the philosophy that being a monitor like Sure, absolutely Accuracy for sure Yeah, as a comment from Absolutely. I keep looking at that. It's pretty cool. Yeah, I mean, all of our earphones are designed with the idea that they will be used on stage to be used as monitors for
artists with our PSM systems, and they go through testing that makes them durable, or that makes sure that they're durable enough for very active stage use, as rugged as our microphones and our other pro products that we use for performances worldwide. なんて言うんだろう、コンスーマーのマーケットではもちろん販売はしてはいるんだけども、それと同時にこうプロのアーティストさんがイヤモニとしてこう使用してもらってるケースっていうのも非常に、うん、多いので、そうなってくるとやっぱりこう求められるこうスペックというか耐久性ですよね、例えばっていうものが結構やっぱり変わってくる面もあります。でコンスーマーの製品でありながらもそういうプロの要求にも応えられる製品でありたいっていうのが我々のこうイヤホンヘッドホン作りのこうなんていうんですかね、一つの目標でもあるので、そういう意味では、耐久性とかそういうものと、あとはやっぱりモニターって今その言葉が出てきたんですけど、やっぱり正確な音を再生するっていうのがなんていうんだろう、一つの基本になってくる現場なので、まあ、そういう意味ではもうモニターっておっしゃられた方はその通りだと思います。ちなみに全ての製品がそのモニターサウンドをこう目指して作られてるんですか？So you're saying every single product is monitor-like, or no? Really, much this. My point really more was that all of our earphones are built to the levels of quality that we demand to be able to be used on stage. The sound signatures are different. We start with one point. We start with mids. We try to keep a very accurate, balanced sound throughout the mid-range. And once we are sure that we don't want to mess that mid-range up, then we can extension or more at the bottom or top. But as long as that mid-range stays a very nice, clean, balanced sound, that's where we really aim to keep our firm hold. Mm-hmm.特にその音の部分に関してなんですけども、手話の音を手話らしくしてる部分っていうのが今彼が手話メッツって言ってたんですけど、うん、手話のミッドレンジの音っていうのが一つこう手話の音を手話らしくしてる特徴の一つなんですね。でそういう意味でミッドにきちんとしたこの手話のサウンドっていうものを確立する。でこれはやっぱり崩したくない、どんなモデルであっても。でその手話らしさをキープした上で、まあ、価格帯であったり用途とかマーケティングの場合によっては、そこからの低域と高域をどういうふうに広げていって、そこにどういうチューニングを施していくかっていうのは製品によって違う場合っていうのは、まあ、あります。ただ、さっき言ったみたいなその手話のミッドレンジっていうものに関しては、まあ、あらゆる手話の製品に関しては守られていると。じゃあこの846も25のスペシャルエディションも基本的なところは手話のサウンドを守ってそれぞれにこう個性が与えられているっていうイメージなんですかね。 615, although that price is pretty much different, but still it's sure sounds. Yes. じゃあちょっとうちで今、まあ、この2つがねやっぱり一番人気というか、特に人気の高い製品にはなるんですけど、ちょっと1個ずつ何かその苦労話とかあれば教えてもらいたいなと。These two earphones are the most popular in the product or earphone. Thank you. He likes you to briefly go through each product, the feature or what the challenges or kind of behind the story. I'll let Sean handle the SE846 because he put a lot of work into that one. So I'll start with the 215. Our original dynamic driver product was called E2, if you ever heard of E2. It had a wider nozzle, it had a fixed cable, but it had a great sound. And I think its fit and comfort were definitely good. But we saw room for improvement, and it took us a couple different tries to finally get what we felt was perfect. And that was the original SE215, which we felt would be equally beneficial to people performing, but also to people who wanted to listen to music with a great full frequency, detachable cable, great accessories. So with the success of SE215, we had a lot of requests for either a color version or maybe some special tuning, some way to enhance the sound a little bit. So we went back with the engineering group, figured out a couple ways that we might be able to best update the sound signature just a little bit. And then we did a lot of questions, asked a lot of questions to find the best color.
And this really came as a request straight from Japan. And originally we thought we would only sell it in Japan, but it became popular outside as well. And at first it was supposed to be a limited time, but people liked it so much that we decided to keep it in the catalog because we felt that they would get a little mad if we discontinued it. So some of the challenges was being different enough from regular SE215, but also still being SE215. But we felt it was a really great success by the end of the product, and we didn't really anticipate how popular it would be, but we were certainly very glad that it was. この SE215 のスペシャルエディションがもちろん出る前に215のレギュラーのものっていうのが出たんですけども、まあ、そのレギュラーの215っていうのを作るにあたってそのダイナミックのドライバーでこのフォームファクターで、まあいろんな苦労っていうのがあって、まあ、チューニングっていうのもいろいろしながら、まあまあ、最終的にそのダイナミックのドライバーで、これが、まあ、シオのベストな音だよねっていうことで、まあ前に出てきたのが215という、まあ、レギュラーのものだったんですけども、それを出した後に非常に215っていうモデルもビッグサクセスを、したんですけども、もうご存知の通りにしたんですけども、やっぱりそれに加えて、なんかカラーバージョンが欲しいなとか、215は多分手話扱ってる人みんな買ったんじゃないかなってそうそう、まあ、もうちょっとこう音の違いの違うやつもなんか欲しいなとか、すごいこうやっぱ数が出た分だけリクエストっていうのもいろんなものをいただきましたと、まあ、じゃあそしたらできる限りでやってみようよっていうチャレンジをして、まあ、例えば、色を変えました。でその色っていうのもまあなんかスペシャルエディションのこう欲しいんだよねっていうリクエストっていうのは今彼が言ってたのは、まず最初に日本から出てきたと、日本のマーケットの声っていうのをまあ聞いてこのスペシャルエディションを作りましょうというふうになったというふうに彼は言ってます。で最初は日本だけで販売しようと思ったんだけど、まあ、結構最終的に出てきたものが結構良かったので、いやそんな日本だけに売らないでよみたいな感じのアジアで売っちゃうよみたいな、じゃあ世界で売るかアジアで売るかみたいな、まあ感じになって今アジアで売ってるんですけど、本当は数とか期間っていうのももちろんこれスペシャルエディションで、まあそうですよね、期間限定で販売しようっていう計画ではあったんです。で、まあ計画はやっぱり計画でいくとうまくいかないっていう穴なんですけども、やっぱり良かったので、もうディスコンティニューにしたらふざけんじゃないよみたいな感じの声っていうのがやっぱりあったらしくて、まあ最終的にこれはまあじゃあ永続的に売りますかみたいな感じにまあなったということですね。で、彼が最後に言ってたそのチャレンジの部分っていうのは、チャレンジの部分っていうのは215から音を変える、ただ、変えた音っていうのが、215のスペシャルエディション、まあ、つまりは215から変わりすぎたらよそうね、だからそこをしっかり、差別化を図るために変えつつも215の原型をとどめた、ところに収めるっていうところのバランスっていうのがこう非常にやっぱり、彼の中では難しかったっていうことを言ってます。なるほどね、なんかすごいよく分かった気がします続いて846に、Wow, that we came across for 846 every aspect, every aspect of this was difficult. I remember the first day that Matt and I presented the definition of the feature set for 846 to the team and saidthe things that we wanted. Removable nozzle, detachable cables, all the things that we have now incorporated into our entire line, plus the removable nozzle. And most of our engineering team went, oh no! and we pushed on, like we said, like Matt said, it took 4 years to do, but every aspect of our company, all the members of our team fromour engineers, project management, our purchasing folks, all of our document, our legal team, everybody put lots and lots of extra work into this because it required it. These parts in here, the metal parts in front, those are micro injection molded parts. Very, very tight tolerances, special tools,with so tight tolerances that maybe take 6 months just to figure out the mechanical design of the little intricacies. I don't want to go for too long before. You already did. Take a break.
まあ、この846の話になったら215なんかにも比べるものにならないぐらいこうもうあらゆる苦労があったと思う。本当いろいろな面で苦労があって、まあ、その製品開発エンジニアリングでもそうだし、まあ、プロジェクトマネジメントっていう面でもそうだし、まあ、パーチェイシングとかそういういろんな、部分でもすごくこうエクストラなあの努力がまあ必要だったというような、まあ、非常にこう彼開発にこの製品作るのに開発実に4年ぐらいかかってる4年すごい、うん、で本当にその初期の段階から本当マーケットに出るまでのその4年間で彼がやっぱり、まあ、例えば本当いろんな試作品作って失敗してとかそういう風なの、まあ、もう本当にあのエンドレスな感じらしいんですけど、特にその彼がマイクロインジェクションモールドなんとかっていうそのテクノロジーっていうのも非常にこう微細なあの調整が必要みたいで、それをこう完成させるこのサイズでっていうのはもう非常に大きなチャレンジの一つだったすごいですね。僕がイヤホンに入る前からこの846の構想があったっていう、すごい。Even he started working the earphone, we were already working on developing. 多分僕がちょうど SE310 とか買ったあたりじゃないかなっていう。So at the time when he purchased the 310 or something, about 4 years ago. Yeah, that's about right. We never said we must make a four-driver earphone. That was never the goal. The goal was to somehow improve on what we had achieved with SE535.I think perhaps some people maybe thought we would call this product SE645. And maybe at some point that name might have made sense. Through the development, we used a similar technology like SE535, which was two miniature subwoofers to create the low frequency. The low pass was the biggest innovation. That took a long time to create and define, but then even more time to finally produce. But not only just produce it,to produce it exactly the same time every single time. Mm. So this is why something stretches out for 4 years. And we didn't know maybe until half of the project that this would end up with four drivers. And then with the name, I remember the day Sean and I were walking over to the coffee shop next to work, and I said to him, I don't think this product is SE645 anymore. I think it just became something else. And he looked at me like,You're crazy. And I was crazy. And it was a really tough message to get out to everyone. But I don't think anyone questions now that this is not SE645, that this is in fact something big over SE535. Sorry, Hiro. It's easy stuff. 846っていう製品を作り始めた時に、まずその一番最初に彼らが言ったのが、その4ドライバー の, あのイヤホンを作るっていうのが最終的なゴールではなかったっていうのはすごく我々にとって大事なメッセージなんですけど、そのドライバーの数ありきじゃなくて、あのまず535っていう現状のフラッグシップのモデルよりも、よりいいものを作りたいと、というふうにプロジェクト始めました。で、最後の方に彼が言ってたのは、要は結構半分ぐらいプロジェクトが進むまでドライバーが4機になるっていうのは全く決まってなかったんです。でまあ、最終的にそういうプロジェクトっていうのを進んでいくうちに、ローのドライバーっていうのを2つにして、その2つをこう2なんかこうくっつけて駆動させることによって、まあ、よりいい音が作れるっていうのがあったんで、まあ、最終的に数っていうのは4機になりましたっていうのがまた一つですね。で、まあ、それ以外にもアコースティック の, そのラビリンスみたいなやつ、あれっていうのも一つ大きなテクノロジーの、まあ、進歩であって、いやもうね、技術革新ですよねこれね。でまあ、そういうものを、こうプロジェクトが進むにつれて、こんなんできた、わこれがあるからじゃあこうしようああしようっていうふうにプロジェクトが進みました。で、最後彼が言ってたのはプロジェクトネームが最初は645になるんじゃないかっていう構想だったんですね、うんうん、もちろん535の次の4機のドライバーのものであれば645になるべきだろうっていうのが、まあ、ある意味こうなんて言うんだろう、必然であった。だけども彼らがある日まあ、昼飯かなんかの時にコーヒーショップに向かって歩いてる時に、このおじさんが、おじさんがこれは645でいいんかいみたいな話になり、まあ、この人たちがお前はクレイジーだなみたいな、まあ、何言ってんだこの人たちはみたいな話になり、でけど、まあ、実際に確かにテクノロジーっていうのはあれができてこれができてこういうものもできてこんなに素晴らしいものができるんだったらこれ本当に真剣に考えてみる価値あるんじゃないのっていうふうにやって最終的に出てきたのが846っていう名前だったというような感じですね。なんでしょう、イヤホンで
僕これまでイヤホンって聞くためのものだと思ってたんですけど、うん、846は見て楽しめるんですよね、うん、だからそのニヤニヤしちゃう機械好きは絶対好きですよ ね男心をくすぐる、すごく詰まってるんだ。 Earphone is something to listen to but this one、he can be even pleased just to look at it. そう、なんかね、ただ単に最初見たときはいやいっぱい詰まってんなっていうのを、うん、それただ単にそれ思ったんですけど、なんか今の聞くとえらい大変やったんやなそれはそうですよねっていう、このスペースにこんだけ詰め込むのはね。I was just enjoying how beautiful it is, but you know, without the story behind, I was like, that's a long story behind. I, we could go on for days just discussing it. We do go on for days. We have an incredibly talented group of engineers and teammates back in the Niles facility right by Chicago. These are some of the most dedicated people you could ever want to work with. And their dedication really helped Sean's vision and my vision for this product really hit the market. And it's something that I think we'll be proud of for the rest of our lives, and maybe something Shure can be. ごめんなさい、消えちゃってますね。ちょっと止まってるかもしれないです。ごめんなさいね、たまにね切れるんです、すいません、ね、昔からねシワってすごい好印象を持ってたブランドなんですけど、やっぱりなんだろう、知れば知るほど好きになるブランドってあんまりないですよね、うん、本当によくしっかりと製品開発やってるんだなというのはよく分かりましたね。じゃあちょっとここで新製品が先日発表されたということで、ちょっとご紹介いただけませんか。Goes to SE112. Mm-hmm. What's that? yeah, should we jump right into it, I suppose, huh? Yeah, SE112 is the newest addition to the Shure SE earphone line. The new little brother, if you will. It's a single dynamic driver in a very ergonomic housing, similar to the housing of SE115 from back in the day. Sound isolating earphone, it comes with the soft flex sleeves. It does not have a detachable cable, but it also does not have the form wire. And this is the only earphone really in our line currently that can be easily worn both straight down or up over the ear. So it definitely has some differences mechanically in particular to the rest of our earphone line, but price 5,000 yen. So this is a big thing for sure. We have never gone below say 10,000 yen, or somewhere in that area, but this is the first time that we've been able to find a way to take that the Shure sound and put it into a productand manufacture it and be able to bring it into that lower price point. So we're very excited about the new addition. SE112、まあ、シワの一番新しい製品として、もうつい最近発表させていただきました。この製品、見た目が今までというか現状の SE ラインと、まあ、ちょっと違ってですね、少し前に発売をしてた SE115 っていう製品と近いなっていう印象をお持ちのユーザーさんいると思うんですけれども、SE112 に関してはやっぱり既存の既存の製品こう非常に良い反響っていうのをいただいてたんですけれども、もうちょっとこう安い製品ないのっていう声も同時にいただいてました。
で今まで我々としてはこう1万円ぐらい以下の製品っていうのは基本的にあんまり出すつもりはないですよっていうスタンスを取ってたんですけど、そうですね、もう多分ずっと長いこと1万円以下の製品なかったんちゃうかな、そうそうそう、でやっぱりけど声をたくさん聞いて、まあ手話できるんだったらじゃあやろうよっていうことで、まあ今回作ったのがこの SE112 っていう製品です、うん、でまあ大きな特徴としてはまあそのハウジングの形が違う、うん、あとはケーブルが着脱式じゃなくて固定のものになってます、うん、であとはついてくるアクセサリーが少しイヤースリーブとかですね、結構いろんな種類のいろんなサイズのもの、高級のモデルだと入ってるんですけども、基本的にはベーシックなものが SML の3種類入ってますよっていうだけになってます。あと、without a pouch, is that right? Correct. I know it has a drawstring bag. Drawstring bag. バッグ一応ついてるんですけども、それも。いやー、なんか僕めっちゃ懐かしいです、この形。ね、少しローコストの、パウチが入ってくるというような感じの製品になっては、We already talked about the platform. It is very similar to 259. The sound signature has the sure sound. The driver technology used and the general sound signature is very similar, I'd say, to that of around the 215. There are some differences in the sound signature based mostly upon the internal structure of the earphones. So the acoustic spaces inside the earphone dictate a lot about exactly the tuning of the sound of an earphone. So, being that the SE112 has a different shape on the inside, different acoustic spaces, it will sound slightly different, obviously different than the 215, but it still has those sure mids and that key spot is still there with decent balance and extension as well. Mm.音に関して、まあ、肝心なそのものなんですけども、基本的には SE215 っていうその、ダイナミックのシングルドライバーのものと非常に近いサウンドシグニチャー、非常に近いプラットフォームっていうのを採用してます。ただし、彼が言ってたのがそのシェイプがまず違う、でハイジングのシェイプが違うってことはドライバーが音を実際に出してから、中の、容量とか、そういうものが違ってくるということで、まあ、彼曰くその音をこう作るにあたってそのハウジングの形っていうのがすごく大きな影響を与えるというようなことを言ってます。ですから SE215 と限りなく近いプラットフォームを使っていてもハウジングの形の違いによって、まあ、215よりかは若干音っていうのは、まあ厳密に言うと違いますよ。ただし、さっきちらっと出たその手話のミッドレンジっていう話ですね、ここに関してはやっぱりきちんと、まあ、手話のものであるというこう音作りっていうのができている、まあ、それにプラスしてその、どのくらいのエクステンションがあるかとか、そういうところが、まあ、SE215 と若干違うのかなというような、製品になってます。で1個言い忘れたんですけど、彼がやってたみたいにこういうふうに普通のかけ方、も OK だし、手話の従来のものみたいにオーバーザイヤーなかけ方でも、全然 OK な感じの仕様になってるんですよね。めっちゃ安いですよね。ね、Inexpensive. Yes, yes, affordable for sure. なんかその手話の製品ってこれまでずっとその憧れを抱くようなプロダクトで、そのそれぞれにこう魅力があって個性があって全部まあ持ってたんですが、そう使い分けが使い分けができるんじゃないかなっていうところで、でその上が一番いいっちゃいいんですけど。じゃあこれが悪いかって悪くなくて、それぞれがこうちゃんとあらゆる場面でこう使い分けができるっていう意味で、この112も値段は5000円でっていう感じはあるんですけど、実は結構ねバランスがめちゃくちゃ良くて、なんかエントリー機らしからぬバランスの良さっていうのはあんまりない製品かな。特にねケイちゃん超好きだもんね。そうですね、僕215と535持ってるんですけれども、やっぱり持ってるんや11に聞いた瞬間に結構差別化されてるなって思って、215とは違う音だなと思って、もうすぐに欲しくなっちゃいましたね、やっぱり。あとはその He's like a collector, I'm sure. Me too. Another good thing he said was, I'm sure as a brand is something you dreamed of to get. You know, every product has a uniqueness. You know, I want this, but this is some other characteristics
So I want this too. That's what he does, right? And for him, highest model was always something a dream to have. But is it 112? This is affordable. Mm. Still sounds great. And he said he compared to SE 215, and he felt like it's slightly different, so it's well differentiated, I would say. He fell in love with the 112 as well. So, excellent. Awesome. Good for it. It makes us very happy to hear. ね、やっぱりあとは値段が安いっていうところもあって、そのシワの製品がもっと多くの人に触れてもらえる機会が増える可能性があるというか、多分増えますよね。本当に5000円以内で、いやもういいの欲しいんですけどって尋ねられるお客さんも多いんで、そこに進めやすくなったのでいいなと。なんかその本当に初めてイヤホン買うんだっていう人もね、ぜひ使ってほしい。そのシワ書きをぜひ覚えてほしいというか、そんな製品になるんじゃないかなと思います。It's pretty sure this product is going to enhance or even widen the Shure fan or possible Shure customer in the future. You know, he said there's a lot of customer actually visit our store looking for a product, I would say good product within 5,000 Japanese yen. This is the product. Excellent. Wonderful. はい、ということでね。はい。This guy told me the first product he bought was E2, and that was the first product that I was the product specialist for, so we started our path together. E2 を最初に小林さんが買ったって言ってて、E2 は彼が一番最初にシュアに入って担当したプロダクトだったんですね。なんで、まあ、なんて言うんだろう。あの、そうだったの。なんかすごいちょっと泣いちゃうかもしれない。あったんですね。When I gave him some information on my past, every product that I said I was in charge of, he says, "Yep, I have that. Yep, I have that." I think it actually was everything. So, salute. なんか盾とかくれてもいいですよ。個人的にあげてもいいです。全部揃えたでしょみたいな。ちなみに SE215 と SE112 はグレード的には SE215 の方が上なんですが、うん、音はどうでしょうね。いい線いってるんじゃないかなと。もう、うん、超フラットかちょっとキレッキレの音が好きかっていうところで ね、 スペシャルエディションとは分かれるかなと。じゃあちょっと質問たくさんあったと思うので、はい、いっぱいありました。要望とか質問とかたくさん、はい、そうですね。では来年90周年ですが、何か記念モデルの販売等を考えておりますか？ああ、詳しいですね、シュア。好きなんですね、多分。The next year is going to be 90 years anniversary for sure. For some reason, they already know. But he was wondering if there is any plan to do the release kind of anniversary product. We'll just have to wait and see. Our birthday is April 25th. Stay tuned. シュアの創業記念日っていうのが4月の25日で、今もおっしゃった通り、来年の4月25日でシュアは創業90周年を迎えます。で、なんかプランがあるかってことなんですけども、来年の4月まで待っててください。957じゃない。One thing about being part of a company that's so old,is every year is the anniversary of something. So they are all significant and they are all big ones. This is the 40th anniversary limited edition SM58. This is now 8 years old. In 2 years, this will be 50. So every year is something new to celebrate, really. シュア創業して90年やってると、シュア自身のアニバーサリーっていうのもあるんですけど、この今彼がアップにしたみたいな SM 勃発とか、そういうとにかくライフサイクルの長い製品が多いんで、なんか毎年必ず何かしらのアニバーサリーがあるんですよみたいな。例えばこの40周年記念モデルの SM ゴッパチっていうのももう8年前のことで、あと 1,2 年するとこの SM ゴッパチ出て、無事50周年を迎えるわけですね。そんなに長いのに、未だにベストセラーもいうマイクですけど。なんで結構本当にアニバーサリーしようと思ったら本当に毎年何かずっと出し続けなきゃいけないと思って確かに思いつきましたわ。 E2C を復刻版にしましょう。あ、それがね、まさに Now you're in my heart. Now you're in my heart. 全部マックのサイン入れてこう With your autograph. Speaking of Sean is what we call Shure's 50th anniversary edition.
I was born on the day of the 50th anniversary of the company. Really? My birthday is the same. So he's limited edition. Very limited. 誕生日がカンパニーの50周年の誕生日と同じなんだって。すごい。April 25th。4月25日、シュアの50周年の日に生まれてるんだって彼。もうすごいですね。血統書付きですね。すごいな。彼自身がリミテッドエディションだと。確かにこの人は結構リミテッドエディションなぐらいあのユニークな人なんですけど。ちなみに、ショーンはどの製品を担当されているんですか？What product are you in charge of in your career this year? Wow, I don't remember exactly where you passed it out to me. It was your first 420? That was the one. So 420, 310, 210? Pretty much, yeah. I was working on 530, but that was you. Technically, I think my name was on the 310 patent. Well, yeah, your name was on it. But I think you did the 420 first. So then, everything since then. So 215, 315, 425, 535, 535 LTD, 215 SPE, 846, 112. I'm sure there's more that I can't remember. But all the since about 2007 or so. I started with the company in 2005, mm-hmm. I think. Yes, Sean. And about 2006, the beginning of 2006, I started working on things like E500 mm-hmm. and things with Matt. Mm-hmm. And then eventually I took over from Matt during the time of the 210, 310, 420. Mm-hmm. So E500, if I can tell a little story. on Sean's first week at the company, when he didn't have a desk or a phone or anywhere to sit, we had the final prototype box for the tuning of E500. It's a very special box. I can't give away all the secrets. But what I can say is that this box replicates what happens in the crossover. And so between the acoustic engineer and I, we had finally figured out the way that we wanted to tune the the E500 or SE530, which was the exact same product. So Sean's first week, I didn't really have a lot for him to do because he did not have a computer, because I didn't fill out the form for him to get one. So instead, I had him sit at this desk, and through about, I think it's 6 knobs on each side, 1 for left and 1 for right, you can adjust the crossover point and then the impedance. It's this wonderful box that one of the engineers created, and I let him play with that for the first couple days. He never once got bored or complained. And by the end of the first couple of days, he came back and he said he had what he pretty much liked and he thought it was good. And it was very, very close to what the engineer and I thought. And that's when I knew that he would be a keeper. Sorry, hero. He was responsible for the products from the start. In 2006, he started working on Shiwa. In 2007, he started working on the earphones. He started working on E500 with Matt. He started working on 210 ですか、210ですか、とか310とか、あの辺のシリーズっていうのは軒並み、彼の製品です。もちろん846とかその辺の製品に関しても、まあ、彼がやっているところですね。で、まあ、そのマットが喋り出したのは、あまりこのショーンって昔の記憶がないみたいで、彼がよく覚えてるんですけど、最初にショーンが仕事を始めてから最初の2週間ぐらい、机もパソコンも一切何もなかったらしいんですよ。なんでかっていうと、彼が申請書を書くのを忘れてたみたいで、それがしてなかったもんだから、彼は入ってから何も全然することがないというか、パソコンもないから何もできないわけですよ。そんな感じの状態で、彼が彼になんていうのあげたのが、その、what's it like? E500 とかあの辺の製品企画をやってる時に、そのエンジニアの人が作ってたクロスオーバーポイントをこういう風にやるとああいう風に変わってみたいな、こう、まあ、物理的な箱みたいなものだったらしいんですけど、あれを、まあ、要はイヤホンの筐体のもっとでかいバージョンみたいなプロトタイプみたいなやつがどうもあるらしいんですけど、それで、まあ、こことこことこことここみたいな6つぐらいのポイントがなんかいろいろあって、それをこういうふうにいろいろ変えたりすることによって最終的な出音がなんか変わってくるみたいな、こうエンジニアが音の研究をするためにするような何かがあったらしくて、でそれを
2、3日かそのぐらいずっとこいつに与えてたらしくて、でまあそれで全然彼は特に文句も言わずずっとやったりこうやったりなんていうことをやってこう机もパソコンもない中でやってて、でまあ最終的にそういうのに一切文句も言わなかったし、そういうのに興味を持ってくれたっていうまあことを結果的に見れたので、まあマットとその時のマットの同僚たちは、あ、この人はきっと手話に長くいてもらいたい人材なんだなという、まあ、皮肉にもそういう、まあ、結果が出たというような彼らの仲良しストーリーみたいなのが出ました。It's a touching story. じゃあ結構偉い人なんですよ。That's just one. We got a lot of them. It's been a good 8.5 years with this guy. Yeah. はい、次ですかね。ダイナミック型の上位機種、215の上の機種とかって考えてたりしませんか、とのことです。Any higher grade of dynamic driver your phone than 215? From Shure? Really, it's the 215 and the 215 special for us right now.まあ、ところはないです、うん、まあ、それだけ215っていうのは完成度が我々も高くなっていると、うん、And all of our headphones、うん、こっちを買ってとヘッドホンっていうのは基本ダイナミックなんです。まあ、そういう意味ではダイナミックな上位機種。ね、あとはそうですね、あ、要望としてクリアケーブルの緑化、ちょっと緑になっちゃう対策とかなんか考えてますか、うん、oxidization, mm-hmm. They get green. Yeah. The clear cable. There's any way to avoid it? You can make it take longer to occur. I know that you guys here in Japan probably take care of your products very well. So a dry cloth, wiping it down so the oils on your skin are cleaned off each day. Be careful not to use any solvents or any water. Really what's happening is a little bit of, you know, sweat or something gets in there, and then eventually the copper in the shield just gets oxidized. It's happening in black cables, it's happening in all cables really. You only see it in clear because it's clear. So it's something that we continue to work on. We continue to search for new materials and ways to avoid that from happening. We're happy to say that sound does not change from this. It's just the look. This is another reason why a detachable cable made the most sense for us in the future, because now it doesn't have to be the unpleasant green cable, unless you like green, in which case, lucky you. And it's not just our cables, it's all cables. So if someone in the market would push that technology further, then I think we would all benefit, and we continue to look for that. 最初にため息でなんとなく分かったと思うんですけど、中の、カッパーですね、どうか。っていうのがどうしても、もう物理的にというか化学的に酸化をすることによって、遅かれ早かれやっぱり色っていうのが変色してしまう、っていうのはどうしても避けられない、でやっぱ黒いケーブルでももちろん起こってるし、違う色のケーブルでももちろん起こってるんだけど、それがやっぱりクリアのケーブルだからどうしても目に見えてしまうっていう部分はあると思います。ただし、それをこう最終的に緑化をしていくのを進行を遅らせるっていうことは、もちろん可能で、日本のお客さんすごくイヤホンとかを大事に扱ってるっていうのはもちろん彼知ってるんですけども、例えば、よくたびたびケーブルを拭いて、汗とか油とかそういうものを落としてあげるとか、もしくはその塩分とか、なんていうんですか、海みたいな塩害みたいな感じで、そういうところにはなるべくさらさないようにしてあげるとか、そういうケアっていうのを、してあげることによって、緑になっていく進行を、遅らせることっていうのは、可能なんじゃないかと思ってます。もちろんそのテクノロジー的にそれが、こう避けられるような研究っていうのももちろんしていきたいなとは、思ってるんだけれども、現状ではなかなか、絶対起きないですよっていうふうにするのは難しいんじゃないかなっていう感じですね。なんかどのメーカーも悩み物ですね。アルティメットイヤーズは汗、アメリカだと汗が売ってるらしいんですよ、ウェブで。人の汗がウェブで、それを買ってぶちまけてテストしてるみたいです。同じことしてますよ、うちで。買ってるんですね。やっぱみんな汗買うんですね。そうですね。They said the ultimate ear have same as a problem or something, but they purchase the perspiration chemical to look similar to human's perspiration, and they purchase it.And exports the earphone cable to it, and
test to see how the cable actually works or cable act. Mm-hmm. And I guess we're doing the same thing. Yes, we are. Right. Absolutely. なんかあれですね、なんか緑にならないケーブル作ったらノーベル賞もらえるかもしれない。The cable gets never green. You get Nobel Prize. There are, I mean, there are probably materials available that either do not oxidize or oxidize a different color. Some of the aftermarket cables perhaps can boast that. Unfortunately, some of those aftermarket cables will also cost $200 or $300 a piece, where they're just not feasibly manufacturable for sure. At it would be have to be at such a huge price for the end user, and more expensive than replacing a cable every, you know, twice throughout your life. So I'm sure there's probably some solution somewhere, but we do not have it. アフターマーケットのケーブルで、その要はカッパーの部分が酸化して緑になっちゃうんで、逆にそれを使ってないケーブルであれば、ある意味理論的には避けられるっていうこともあるので、まあそうなってくると、ただし例えば銀とかそういうものを使わなきゃいけないので、そうなってくると、まあ例えば200ドルとか300ドルとか非常に高価なケーブルになってしまう可能性というのもまあある。ただし手段としてどうしても緑を避けたいというのであれば、多分手話は持ってないんだけれども何かしらの手段はあるんじゃないか。なんか昔から緑色のケーブルは勲章みたいなもんですね。いかに使い込んでるかみたいな。そういうことですよね。It's somewhat like the price of a word that you have been using. Nice. Yeah. じゃあ次行こうか。はい、イヤホンの話も多かったですけど、ヘッドホン、開放型のヘッドホンの新作とか何かあったりしますか？ Any plan for the open back headphone in the future? New product?We'll see. Sure doesn't usually like to talk about things in the future because things change and we can experience delay. So sadly, I can't confirm or deny anything, but we always have new things in development. I can promise that over the next year, we'll have some new products to highlight, but I can't really get too much more specific than that. But we do appreciate your interest and stay tuned. どうしても会社で、うちの会社結構こう機密性というか秘密性が高いものなので、なかなかこうありがたい非常に質問、いつも感謝はしてるんですけども、なかなかいや作ってるよとか、いや作ってないよとか、なかなかこの時点では言えない。もちろん実際に作ってたとしても、それがやっぱりプロジェクトの途中で変わっていく可能性もあるし、なくなっちゃう可能性もあるしっていう、いろんな意味でそうなんですけども、そういう質問を受けるのっていうのは非常に、まあ彼らとしてもありがたく思ってるし、そういう方々にどうしてもというか、ぜひ伝えたいのは、シュアとして常に何か新しいものっていうのは作ってますと、それが何かっていうのは言えないけれども、何か我々ってやってることは絶対あるので、楽しみにしてください。そうですよね、だって846は4年前ですからね。そう、合成を売ってる時に846作ってるっていうってことですからね。マジかっていう。そうですよね、イヤホン TV でこの製品出ましたって言ってる時に、もうローマスみたいな言えない違う製品があるっていうそういうことですよね。前回だから出た時に1540の話からの時に、もっと安いイヤホンないんですかって言いましたね。岡田さんに言われて、なんだこれ、なんで知ってるんだろう、ふざけんなよと思ったんですけど、何も言えないわけですよ、その時に僕らは。はい、そうですね、とかね。そうですね、頑張りますみたいな。この人知らんとかやってるんですけど、いや実際作ってますからみたいな感じは、まああります。多分仕事をずっとやってくると、欲しい商品が一緒になってくるっていうか、そうなんだと思う。やっぱり彼はすごく手話の製品に詳しいんで、When I was in there last time, we were talking about 1540, but he actually asked me about, do you have any plan to do release any Inexpress media phones? So we do, and at that time, but we can't tell, right? This is happening, but he's so familiar with the Shure products, so probably we have the same idea, the direction exactly the same. Yeah.困ったもんだっつって何かあと、そうですね、ヘッドホンですと SRH840 と940のヘッドバンドの耐久性はもうちょっと強くなりませんか？840、940 had a problem with the headband? Any improvements?
Yeah, there was a small run that might have had some inconsistencies in where the material forms inside a tool. So everything has been updated for a long time, and we've been able to provide warranty service for anyone who had the problem. I can say that we've, you know, eliminated what was causing those poor plastic molds, and we continue to work on ways to keep these things updated. As an example, for a product that's 48 years old that many people call old technology, we have made hundreds of improvements to this over the course of its life. Different coatings on the grill, different paint, different way the logo goes together. There's a huge transformer in here that's gotten some redesigns. The same type of philosophy applies to all Shure products in our portfolio. So every earphone, headphone is continually evaluated and tested for best performance. And so 840 and 940 have already seen some significant improvements. And as always, if someone has a problem, you contact Shure. 840と940の製品に関しては確かにこう結構改善はされてます。で、なるべく古いものに関してはもう我々もこうスクラップにしちゃったりとかしてて、基本的に今我々が新しく作ってる、840と940に関しては全て改良されたバージョンの、まあ、よりこうヘッドバンドが強化されたバージョンですね。っていうものを生産は完全にできる体制に、まあ、移行しているというのは一つお伝えしておきたいなというところであります。で、彼が SM58 を突然持ち出したのはその製品を世に出してから、継続的に改良していくっていうのは我々もこうなんて言うんだろう大事にしているところであって、製品を世に出してはいそれでおしまいよっていうわけじゃなくて継続的な改良っていうのを加えていくのが、まあ、時代に沿ったっていうのが大事だと思ってます。で、このやっぱ40何年販売している SM58 っていうのがそれを語る上では非常にいい例で、ベストセラーでありながらもメジャーな、変化はしないながらもこうマイナーなこうインプルーメントというか改善っていうものは継続的に48年間ずっとこのマイクロフォンし続けてきます。ですから人によっては初期の、SM58 と形が違うとか、そんな感じ音が違うとかいう方っていうのも場合によってはいたりするんですけども、音っていう大事な部分に関しては基本的にはほぼ変わってないです。それは測定をずっとやってるんで間違いないんですけども、それ以外にも耐久性であったり、まあ、ユーザビリティというかより使いやすい形っていうものをなんて言うんだろうね、ちょっとずつこう変更を加えていって、まあ、より良いものを同じモデルなども提供できるようにという努力は、まあ、手話としてはなるべく続けていきたいなと思っているという部分ですね。なるほど。なんかめっちゃ真面目ですね。すごい真面目なブランドですね。いやでも今日の放送を見てより手話が好きになりましたとかですね。もうちょっとおかしいぐらいにすごいブランドですね。うん。Oh yeah, I've been watching. And one of the comments is from this user. He likes Shure even more than before. Oh, excellent. Alright. We like Japan. My sixth time here. My sixth time. すごい。So I keep coming back. うまくまとまったのかな、これで。ですね、ちょっと長めにやりましたが、はいはい、そうですね、存分に手話の魅力が伝わったんじゃないかなと思います。はい、またね、ぜひ来日していただいて。うん、ポッターフェスには。Oh gosh. June is actually a really bad time for me. My family takes a vacation to New Hampshire, and I don't know that I can do it this year. But this is your first festival? Nope. You did one last year as well? Five times. This is five times? Oh gosh. So maybe give me some notice next year, and either I can go or Sean can come. Yeah, we should plan for it in the future. Yeah. Yeah, I would love to. So this year might be difficult, but in the future I would love to. But we do come to your shop every time. You
会には必ず行きたいと思います。Every time we go to your store, I feel like it's a festival. イヤホンの店舗さん自体がフェスティバルなんで、必ず行くんですよ、やっぱり。めっちゃありがたいですね。いつもすごい感動してます、あの、はい、イヤホンさんのあれに行くと。どうしました？ユーキャンですね。どうしました？ユーキャン本番中に電話かけてくれる。なんでや。はい、日本に来てくれるの待ってますって言ってますね、うん、ユーザーさんも。はい、そうですね、はい、そうですね、すごいの引っ提げて来てくれたら。We visited your shop, I think it was, again, more than 3 years ago, about 3 years ago.And then the next time we came in, we walked in, and our marketing manager from Shure, Akiko, she comes up and she says, they are putting on Twitter that the guys from Shure just walked in. And so somebody recognized us. I think that was the first time in my life that ever happened. And so you guys have always been a strong supporter of us. So we feel really great to be here talking with you. Mm-hmm. Absolutely. やっぱ日本に行くと彼ら顔が割れてるんで、軽くその業界では有名人みたいになっちゃってるみたいで、誰かがマットが来たらツイッターで書き込みとかしてたそんなことは多分人生で絶対今まで起こり得なかったことが日本で起こってるっていうのはなんか結構彼らとしてもすごく嬉しいし、逆にそのぐらいこう手話の人を認識してくれる、注目してくれるっていうのはすごく彼らにとっても感謝すべきことだとやっぱり思ってるし、マーケットとしてもすごく大事に彼らは思ってるんで、さっき、まあ、We Love Japan とか言ってましたけど、本当はそれもその通りで、本当に彼らにとって日本のマーケットってやっぱすごく大事なんですよ。うん、そうですよね。というかイヤホン業界にとってもすごい大事な人材ですよね、本当に。いろいろなイノベーションを起こしてくれて。はい。なんか濃い1時間というか、1時間半ですね。非常にいいお話が聞けて、ね。またこんな機会作っていただいてありがとうございます、本当に。カメラの向こう側にも何人か今日来ていらっしゃって、そうなんです。いや、はい、なんか帰りにシワの商品買って帰ろうかな。久しぶりにね、なんか最近シワあんま買ってなかったな。今日も帰れますよ。あ、そうか。ということで、じゃあこんな感じで。音がよろしいようで。そうですね。音がよろしいようで。あと3勝さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。イエーイ。Now we take Sean to the hospital. いやー、よかった。はい。非常によかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。沢口さんおらんかったらなんかやばかったですね。あることないことを言ったかもしれないですね。はい。じゃあ、閉めますか。はい。閉めますか。はい。これ、これ。あ、私ですか、うん、来週の放送は決まっってないですね。全然未定です。はい、すみません。あ、大阪なのか秋葉原なのかも。また来週もマットが出てくる。マットが決まってませんので、ブログ等で告知させていただきますので、それまでまたお待ちください。はい。はい、今日の放送ちょっと長かったので、YouTube に上げる際はちょっと分割して、そうですね、上げようと思いますので。そう、あと途中でめっちゃ途切れちゃってすみませんでした。はい、すみません、安定しなくてですね。全ては手話のセキュリティが高すぎるので。そうなんですよ。素晴らしいセキュリティのそうですよね。はい、なってます。なのでまた来週、はい、ぜひ、来週はまた9時から放送いたしますので、はい、ぜひお楽しみにということで、はい、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週。見てくださいね。さようなら。バイバーイ。さようなら。さようなら。なんてことだ。あれ、じゃあ音声が入ってなかった。なんで。おた、はい、まだおた。けいちゃんは一時にも一時に多分即買いします。即買いする。多分僕もね買っちゃいそう。そうですね、買っちゃいそう。下手したら846とか言っちゃいそうで怖い。はい、また見てくださいね。はい、じゃあこの後なんか二次会に行きたいなっていう。ではさよなら。さよなら。